ルドルフ・クベルナー・エルンストルドルフ・クベルナーは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊大将、武装親衛隊大将及び、警察大将。レーンドルフに、荘園領主の息子として生まれた。ハノーバーの士官学校卒業後の1906年に、ドレスデンで士官候補生となる。1912年2月に中尉に昇進し、 第一次世界大戦中にフランス軍の捕虜となる。大戦中に二級鉄十字章を受賞している。1919 19年9月にザクセンの警察に在籍し、警察将尉となる。1933年には警察注意へ昇進する。1933年5月に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。1936年9月1日に、 警察大佐に昇進。同時に、ハンブルクの秩序警察司令官となり、1940年10月まで、ハンブルク、オルデンブルク、ブレーメン管轄の秩序警察監察官となる。1938年に、新衛隊大佐の階級で、新衛隊に入隊。1939年3月に、プラハの秩序警察司令官となり、6月まで務めた。 4月20日には警察少将となり、6月18日に新衛隊上級大佐となる。1940年4月20日に新衛隊少将に、11月9日に新衛隊中将及び警察中将に昇進する。また11月に国家地方警察検知法防護警察総監に任じられ、1941年4月まで務めた。 また、新衛隊上級地区、北西の幕僚にもなっている。1941年4月30日に、北海新衛隊及び、警察高級指導者及び新衛隊上級地区、北海指導者に任じられる。1943年1月31日に、国家保安本部長官に就任した、エルン・ストカルテンブルンナーの公認として、ドナウ川は新衛隊及び、 警察高級指導者に任命され、2月1日には、新衛隊上級地区、ドナウ指導者も兼任した。6月21日には、新衛隊大将及び、警察大将に昇進する。1944年7月1日に、武装新衛隊大将となる。1944年10月5日に、スロバキア新衛隊及び、警察高級指導者に転出したヘルマンヘイフレの、 公認として、中央新衛隊及び警察高級指導者及び新衛隊上級地区、中央指導者に任命される。1945年5月27日にマグデブルクで自殺した。ABCD ユジャー P63。ありがとうございます。